の試合の振り返りをお願いします。まあ、勝てたことは良かったんですけど、まあ、もっと決めきれるシーンだったりしてもしてしまったので、まだまだちょっとフェレーザらしいサッカーにはまだ持ってきてないなっていう印象です。本日の得点シーンを振り返ってください。まあ、ポジションが変わってすごいゴールに近い位置だったんですけど、まあ、田中さんがいい位置でボールを落としてくれたので、あとは決めきるだけでした。代表に向けた意気込みをお願いします。まあ、ベレーザで普段やっていることをしっかり代表でも出して、まあ、試合に出たらしっかり結果を残したいなと思います。